2人はブリキュア、マックスフェイス、引き分け。高校野球ばりの温情ストライクが2球もあってくさ、プロ扱いされてないのかよ。これ完全にドラパイラだったわ。4連敗同士のうんちみたいな試合だった。投手崩壊仕掛けてる中であの内容で5回で降りる先発はいらねえよ。大型連敗回避おめでとう。これ現地行ったら楽しい。二遊間10タコで草トレードで阿部と強打獲得しろよ。3番細川にしてくれ。岡林大島と話したらソロホームランになってしまう。周平も当てるだけの魅力ないバッターになったな。大島2000本も気づけばもうすぐか、来週には達成やな。客はこんな時間まで何を見せられてるんや。阿部ちゃんとアリエルが好調で受ける W 立浪はお笑い。監督が一番戦う顔してねよ。謎のストライク判定なかったら押し出し負けで芸術点さらに上がったのに。これ秋山を消した中日ドラゴンズの勝ちだろ。今日電車にこれからドームに行くんだなって親子がおったけど、あの試合を見せられたのかわいそうやな。地獄みたいな試合で草、広島サンサイドもこれ勝ちもぎ取れないとか絶対優勝無理やんって絶望しただろうな。これで勝てなきゃどうしたら勝てるんや。このチームはセカンドに阿部がおればまだマシな打線だったんやがな。ファールで逃げれなくなってるし、周平の好調終わってそう。ハムなんてアリエルの力でいい試合になってるでしょ。あれいなかったらワンサイドゲームになっとるで。ご視聴ありがとうございました。